こんにちは、ゆうけむらです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は僕の大好きな香港から届いたガジェットを紹介したいと思います。何もなければですね、この時期香港に行ってることが多いんですけども、まあ、ここ数年はですね、まあ、いろんな政治的な情勢とか、まあ、コロナもあってですね、行けてないんですけども、本当に香港大好きで、いやー、美味しいお酒とか、ご飯とか、食べたいですね。1週間かからず届いたんですけど、パームレストも購入しまして、今回購入したキーボードはですね、キークロンの K2 です。前々から気になっていたんですけど、じゃん、Bluetooth とか、接続の説明書と、一応申し訳程度にスポンジが付いてますが、キークロン K2 バージョン2です。レトロキャップも欲しかったんですけどね。売り切れで、ちょっとまた在庫が復活したら、これに取り付けようかなと思ってるんですけども。アルミフレームなんで、結構ずっしりしてますね。いいですね。この昔のパソコンのキーボードみたいで、レトロ感がありますけど。うわ、このタイピングの音もたまらん。このね、この K2 と K6 で非常に悩んだんですけども、まずは K2 にしてよかったな。あとはこれ、アルミフレームっていうこともあって、この、ちょっとね、甲高い音になってる可能性もありますけど。いや、いいなりしてます。下のやつがですね、レイザーのブラックウィドウで、これをですね、この1年間ずっと使ってたんですけども、こっちは、オレンジ軸なんですよね。オレンジ軸で、かなり、音も、高めなんですけど、こっちの方がね、しかもこのエンターキーの、しっとり感、わかってますね、キークローン。スペースも。いやー、これは、仕事がしたくなる。音ですね。このブラックウィドウもかなりいいキーボードなんですけど、やっぱりゲーミングキーボードなので、こうなんかクリック感が求められるというか、こう跳ね返りがですね、なんかこう違うんですよね。やっぱり上の方が文章を打ったりとか、作成するときにはこっちの方がいいな。また撮影中に荷物が届きましたが、エアタグです。パームレストも出してみます。これはもう自動的に商品におすすめに出てきたんですけど、レーザーのキーボードもそうですけど、この高さがあるとやっぱりね、パームレストないと手首言わしちゃうので、セットで購入しました。これ色をつけてんのかな ?K2 と K6 にぴったりのパームレストだそうです。パームレストはね、あんまり期待してなかったんですけど、色味といい、雰囲気といいですね。なかなかいい感じですよ。やりますね、キークロン。リアルフォースとか HHKB とかですね、あのあたりのキーボードのサウンドも好きなんですけども、これは音フェチの皆さんにも高評価だと思います。サンプリングしたいですね。エンターキーとスペースキーがいい感じ。いいですね。残りの付属品も説明しておきますね。ケーブルとキークロンのキャップを抜くやつですね。これと、Windows 用のキーキャップがついてます。今充電中なんですが、シンプルな白だけの LED が欲しかったんですけど、今回はこのモデルしか売ってなくて、ライト消してみようかな。
ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今日は届いたばっかりのこのキークロン K2 をですね、午後から使ってみたんですが、いや、どうかなと思ったんですけどね、もう長年の相棒かというぐらいですね、しっくりきまして、赤軸は久々だったんですけどね、まあ、USB に慣れているので、ずっと USB だったので、ここね、タイピングとかも全然問題なく使うことができました。有線で iMac につないでたんですけども、ケーブルが少し特殊というか、キーボード側が Type-C で、iMac 側がね、A なんですけども、左側にこう接続してですね、まあ、ケーブルの取り回しはよくできているなと思いますが、デメリットという点ではないんですけども、今回、堅牢性のことも考えてですね、アルミフレームにしたんですが、毎回キーボードをですね、持ち運んで仕事をしたいという方には、少し厳しいかな。やや重たいので、まあ、プラスチック版もあったりとかですね、もう少し一回り小さい K6 とかですね、オーダー予約してますけど、K12 というね、さらに小型のやつもあるそうなんですが、まあ、僕は有線でね、iMac で使おうと思ってますので、まあ、今回は本当にこのキーボード、あんまり、叩くところがないな。叩くところ。まあ、無駄に光るところぐらいですかね。これはあくまでも個人の感想なんですが、USB に慣れていることと赤軸が好きな僕にとってはですね、これはかなり素晴らしいキーボードで、しかも、このパームレストついてですよ、送料込みで、だいたい1万円ちょっとでしたので、これは久々に衝撃を受けたキーボードでございますので、これはですね、仕事の効率がまたガンと上がりそうな気がします。まだまだですね、リモートワークが続きそうなので、これでガンガン仕事していこうと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルはですね、ガジェット関連もそうなんですが、僕の大好きなギター関連のグッズもですね、紹介するようなチャンネルにしていきたいと思っておりますので、もしよかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンなどどうぞよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。ゆうゆきのなでした。バイバイ。